この企画で、うん、いろんな人たちが心を丸裸にされてしまうんだね、きっと。怖いよ、はーちゃん。なんでよ。じゃあはーちゃまは今どのぐらい裸になってくれてる？今50かな。おー、でも脱がせがいあるとこまで来たね。脱がせがいある全裸じゃないっていうのはさ、熱くない？スーパーポジティブすぎる。あ、こういうとこポジティブって言ってんのか。そう。変態ポジティブ野郎。確かにこのなんだろう、うん、スケベ加減が割と何もかもポジティブに消化してくれてる感もあるかもね。え、はーちゃまは全裸派なの？はーちゃまは全裸派？どういうことだよ。いや、だって今さ、はーちゃまの裸具合が 50% っていう部分にあんまり反応しなかったから、なんかさ変態具合が増してきてるよね。心の話？それとも服の話？どっちでもいいよ。どっちとは言わないけど、いや、ね、なんか前までなんか全裸で寝るといいみたいな話を聞いて、なんか全裸で寝てた時期があった。てか逆に冬になると全裸で寝るんだよね。あ、逆にね。布団のぬくぬく感が好きで。あ、ぬくぬくな毛布の生地質を地肌で感じたいんだ。そう。へー。だけど今は朝起きると寒すぎるのが嫌だから、うん、可愛い部屋着を買ったからパジャマで寝る。ゼラピケみたいな感じですか？あ、そうそうそう。どんな部屋着なの？気になります。なんかね、ロングスカートみたいなやつ。はい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 。もう1枚で着るやつね。あ、そうそう。それにカーディガンとか着たり、あー、飲む時は飲んだりみたいな。あー、なるほどね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。でもロング、どんな部屋着るの、おかゆは？いや、僕は結構ね、その時々によるけど、スウェットに半一みたいな感じで寝るのが多いかも。うんうん、おー、スウェットってなんだっけ？なんか厚手の生地の長袖？わかるかな？多分見たらね、はーちゃまも着てたりすると思う。名前はなんかわかるんだけど、なんかパッと思い。こう上に着るやつにみたいな感じかな。なるほどな。そうそうそう。あれはあのベビードールとか。ちょっと。ベビードールとか着ない。着ないよ。着ないの？ド変態だから着るのかって。いや、だってベビードールとか着たことないからわかんないけどさ。ないやってよ。ナイズ、うん。そんなん着たらなんか。自分の姿にムラついて寝れなくなりそうじゃない？自分の姿でムラつくのかよ。だってこんなん着てるのになんもないの辛すぎるってなってさ。なっちゃいそうじゃない？じゃあなんかホロメンとお泊まりとかするときに行くのよ。みんなびっくりして。なんかそしたらなんかあるかもしれないじゃん。あ、相手にしてくれるってこと？いや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 、うん。みんなびっくりドン引きで、その日日帰りになっちゃうよ。日帰り、日帰りやだ。泊まりの予定ぶっ飛んじゃうよ、はーちゃま。はーちゃまとお泊まりの時はそうするわ、うんうん、ね。あー、わかった。あ、なんか意外にでも普通に受け入れられそうだな。うん、寝るわ。うん、寝ちゃいそう、全然。でもね、なんかね、多分お泊まり会とかしたら、うん、寝れなそうだよね。 あんまりあれ、枕とか変わると寝れないタイプ？え、あ、違う違う違う、そういうのじゃなくて、なんか楽しすぎて寝れなそう、うん、まだ遊びたいみたいな。はいはいはい、そうだね。やっぱ会話が弾みすぎちゃってさ、うんうん、なかなかそろそろ寝るって言い出す人もいなかったりするからね。確かに。あ、それはあるな。でもやだな、うん、ベイビードール着て夜通し。パジャマパーティー、パジャマパーティーでベビードール。やだな。エッチすぎる。エッチなのかな。エッチな服着てるのにエッチな展開が一切ないの辛すぎるよ。エッチな展開。でもそれは作るしかないじゃん。もう、あ、作り出す。そっか、うん、クラフトしていかなきゃいけないんだ。あ、分かった。あえて自分家に泊まらせるとしたら、うん、あえてあの、うん、寝るベッドを1個しか用意しないみたいな。あー、でも寝るベッドって、あ、敷布団とかも買っておいてあげないってことね。あ、そう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 。頼んでたけど、ね、うちベッドしかないからみたいな。あー、なるほどね。一緒に寝るしかないからね。あー、圧をね。
それか相手にもベビードールを置きさせる。あ、ごめん、なんかすごいよ、ちゃま。お空で買ってきたんだって。怖いよ。怖いだろ、そんなやつ。一人で着てるだけなの。一緒に着るために買ってきたって。怖いだろ、みんな帰っちゃうよ、ちゃま。いや、鍵は開かないようにする。でも内側からは開いちゃうんじゃないの？外から開かないようにするってこと？内人情に変えよ。そこまでしないとその展開にならないんだったらもう諦めなさいよって感じなんですけどね。確かに。そうだよ。そうだよ、おかゆ。諦めなよ。ちょっとやめてよ。若干事実っぽくすり替えんのやめてよ、ちょっと。あたかも僕がね、なんか人が泊まりに来たら ベイビードールを用意しておいて、敷布団も敷かずにね、ワンチャンあったらみたいなさ。ねえ、ねえじゃないよ、諦めきれなかったんだもんね。おい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 。そういうこと言うと明日変なね切り抜きが出回っちゃうんですよ、はーちゃま。ちなみになんかホロメンの中でなんかそういうことができる人を探してるっぽいですよ、うん、バカバカ、いないから。いや、ワンちゃんいるぞ、これは。はーちゃま、どこまで行っちゃったんだよ、それでいて。深淵だよ、はーちゃまの姿が見えない。心の距離を表しているんだ、これは。とあー、帰ってきた帰ってきた。ダイヤあったらもらっとくよ。オッケー、はい。あ、これでベビードール買って。いやいやいや。どうなんだろう、ダイヤ8個じゃ買えるのかな。リアルダイヤ8個じゃ買えるね、きっと。まあリアルダイヤだったらね。うん。はー、